日常を忘れさせてくれるような別世界みたいなのをこうキャンバスの中に新たに創造したいみたいな。キャンバスに描くのは日本の文化と西洋画の融合。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は洋画家今井貴弘。1986年群馬県生まれ。彼が目指すのは日本人だからこそ描ける美人画の世界。人物を含めた空間とかありそうでないみたいな、こことはちょっと違う世界みたいなのを作りたい。リアルはまああるからいいかなみたいな想像する世界に必要だったもの、それは彼が生まれ持った日本の文化。基本的にはその中世的な魅力っていうのが自分の中で一つあるんですが、現代の日本人の感性っていうのを入れたいんですね。自分はアニメ漫画ゲームで育ってるので、感性は絶対そこに土台があるんだろうなと思いますね。今の若い人が興味持ってる衣装だったりとか、美しいと思うものだったりとか、今の日本で育っていたからこそ描けるものがある。そのために邪魔だったものとは。最初実は背景に関してはどの絵に関しても結構構想あるんですよね。で、描いていくと邪魔で、もう最低限その人物に必要な空間がキャンバスの中にできたらっていうのが一つありますね。自分は人物画家だと思ってるので、描きたいのは見入るほどの女性の美しさ。それは彼の画家としてのこだわり。国籍をとにかく排除したい、曖昧にしたいんですよ。見とれたいんですよね。もっと言ったら絵に僕は緊張は求めてないんですよね。他人の目線とか気にしてない時の状態が一番こうリラックスしてて絵になるなと思ってるんですよね。そぎ落とすことで美しい人物を引き立たせ、そこに日本の文化を融合させる。そんな今井貴弘が目指すゴールとは。今の日本の文化はやっぱり面白いと思うので、何としても西洋側に見えるようにというか、西洋側になるように。下手したらこれ西洋の画家が日本来て描いたらもう一発で芸術ですよ。でも日本人が先にやんないともったいないっていうのは、絶対文化としては面白いので、挑戦しがいはありますよね。もちろん美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は彫金作家吉田泰一郎のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。